網膜は目の構成要素の一つである。視覚細胞が面上に並んだ部分があればこう及び、視覚的な映像を神経信号に変換する働きを持ち、視神経を通して脳中枢へと信号を伝達する。その働きからカメラのフィルムに例えられる。脊椎動物の外側眼では、眼球の後ろ側の内壁を覆う薄い膜状の組織であり、神経細胞が規則的に並ぶ層構造をしている。脊椎動物の網膜では、目に入った光は、網膜の奥の視細胞層に存在する光、受容細胞である、視細胞によって感受される。視細胞で光から神経信号へと変換され、その信号は網膜にある様々な神経細胞により複雑な処理を受け、最終的に網膜の表面に存在する網膜神経節細胞から視神経を経て脳中枢へ情報が伝えられる。ビタミン A 群はレチノイドと言われ、その代表的なレチノールの生理活性として網膜の保護が知られており、網膜の英語名であるレティナに由来して命名されている。成人の網膜は厚さ 0.2 から 0.3mm、直径 40mm 前後である。網膜の中心部は視力に最も関係している部位であり、硬化視色に見えるため、黄斑部と呼ばれる。さらに、黄斑の中央部は、網膜が 0.05mm 程度と、薄くすり鉢状に凹んでおり、中心下と呼ばれる。黄斑部の4から 5mm 内側には、網膜全体の神経線維が集まり、眼球外へと出ていく、視神経乳頭が存在している。視神経乳頭には視細胞が存在していないため、この部位では物を見ることができない。いわゆる盲点はこの部分に相当する。網膜の辺縁はギザギザになっていて、ノコギリ状縁と呼ばれる。網膜の光感受性受容器である間体と錐体の分布は異なる。明るい光を受けて働き、名所視を司る錐体は、中心下に多く存在しており、その密度は中心下から離れると速やかに減少する。中心下は高密度の錐体の存在と同時に、それらの受容器同士での視覚情報の統合をあまり受けずに、個別の視神経へ出力されることによって、脳へ伝えられる画像の分解能が最も高くなっている。一方、間体は中心下を取り巻くように、網膜周辺部に多く存在し、暗い場所で働き、暗所視を司る。網膜の断面図網膜は、組織学的に10層に分けることができる。外側から順に、網膜色素上皮層、視細胞層、外境界膜、外滑部層、外網状層、内顆粒層、内網状層、神経節細胞層、神経線維層、内境界膜である。外界から網膜に照射された光は内境界膜側から網膜層を透過し、視細胞層にある錐体、間体視細胞に到達する。網膜には大別すると、視細胞、双極細胞、水平細胞、アマクリン細胞、神経節細胞の5つの神経細胞が存在する。光は視細胞で電気信号に変換され、その信号はグルタミン酸を介して、双極細胞と水平細胞に伝達される。双極細胞は、アマクリン細胞や神経節細胞へとシナプス、結合して、グルタミン酸を放出し、神経節細胞の軸索が視神経として、外側室状態などを介して、大脳の視覚野に連絡している。網膜外網状層で視細胞と、双極細胞、水平細胞が、シナプス結合しており、内網状層で、双極細胞とアマクリン細胞、神経節細胞がシナプス形成をしている。外滑部層には視細胞、内顆粒層には双極細胞、水平細胞、アマクリン細胞、神経節細胞層には神経節細胞の細胞体が位置する。左が網膜表面。右に間体細胞と錐体細胞がある。視細胞は、網膜の視細胞層から外網状層にかけて存在し、光刺激を吸収し、電気信号へと変換する役割を持つ。視細胞には、名所で機能する錐体と暗所で機能する間体の2種類がある。錐体には、光吸収の波長特性が異なるものが存在する。錐体や管体の外節と呼ばれる部分には子物質が蓄えられている。子物質はタンパク質オプシンにレチナールが結合した色素タンパク質で、オプシンのアミノ酸配列の違いにより吸収波長が異なる。錐体の持つオプシンとしては、紫外型、青型、緑型、赤型の4種類が知られる。人の錐体では、子物質として異なるタンパク質オプシンを持つ3種類の細胞がある。それぞれ吸収波長が異なっており、L 錐体、M 錐体、S 錐体と呼ばれる。これら3種類の錐体の交分の割合の違いを利用して色を区別している。この3種類の錐体の1個複数個の欠損、または吸収波長の違いにより色覚異常が生じる。一方の管体は子物質ロドプシンを持つ。管体は1種類しかなく、色の違いを区別できない。このような子物質は数段階の化学変化を経て細胞膜のイオンチャネルを開閉させ、その結果、イオン電流が発生して緩やかな電位変化をもたらす。網膜の多くの神経細胞は、脳神経系などで見られる、活動電位と呼ばれるスパイク状の電位変化とは異なり、緩やかな電位変化を発生する。粗線型の脊椎動物は紫外型、青型、緑型、赤型の錐体を持つ4色型色覚であったと考えられる。現生の魚類、両生類、爬虫類、鳥類は進化の過程で各オプシンを失わず、現在でも4色型色覚を持つ。一方、哺乳類では4タイプ錐体のうち2タイプの錐体細胞を失い、青を中心に感知する S 錐体と赤を中心に感知する L 錐体の2錐体のみを保有するに至った。これは赤と緑を十分に区別できない、いわゆる赤緑色盲の状態である。この色覚が哺乳類の子孫に遺伝的に受け継がれることとなった。人を含む旧世界の霊長類の祖先は約3000万年前、X 染色体に L 錐体から変異した緑を中心に感知する新たなタイプの錐体子物質の遺伝子が出現し、ヘテロ接合体の2本の X 染色体を持つメスのみが3色型色覚を有するようになり、さらにヘテロ接合体のメスにおいて相同組み換えによる遺伝子重複の変異が起こり、同一の X 染色体上に2タイプの錐体子物質の遺伝子が保持されることとなり、X 染色体を1本しか持たないオスも3色型色覚を有するようになった。これによって第3の錐体細胞が再生された。3色型色覚は果実等の発見に有利だったと考えられる。中心下と呼ばれる部位には受容野が小さい錐体が数多く集まり、最も視力が高い領域を形成している。水平細胞は、視細胞とシナプス結合をする神経細胞である。名前の通り、網膜に水平に軸索が伸び、広い受容野を持つ。視細胞から双極細胞への信号伝達経路に対して、水平細胞は抑制的に結合しており、視細胞の興奮活動の空間的な差異が、双極細胞で強調されるように抑制的に働く。錐体と水平細胞は、選択的なシナプス結合が形成されており、三原色信号を反対色信号に色情報を変換している。網膜浸透は、ベルリン根濁、外傷性網膜浮腫とも呼ばれ、前方から眼球に強い打撲が加わることにより、生じる。眼底後極部における境界不鮮明な乳白色の一過性網膜浮腫を言う。打撲の程度によっては周辺部にも起こるが、通常は黄斑部、視神経乳頭周囲に現れる。症状として視力の低下があるが、外傷後24時間を経過する頃から始まる浮腫の詳細とともに次第に改善する。打撲の程度によっては、一過性の浮腫にとどまらず組織損傷が進行して視力低下が回復しないことがあり、その場合には浸透壊死という。メタノール中毒による症状としては、目の網膜を損傷することによる失明がよく知られている。眼球の機能には異常がないにもかかわらず、網膜が機能しないため重篤な視力障害、または失明状態となる黒内障が知られている。遺伝的な原因のほか、網膜への栄養欠陥の染色によるものがある。脊椎動物の中でもヤツメウナギ類やトカゲ類の一部は、通常の両目の他に頭頂部に、頭頂眼と呼ばれる皮下の奥まった位置に光受容器を持っており、外界の光刺激を検知していると考えられている。頭頂眼と普通の目はかなり異なる構造を持つ。このため、脊椎動物の通常の目は、頭頂眼と区別するために、外側眼と呼ばれる。岩堀信明著、感覚器の進化、講談社、2011年1月20日第1冊、発行、ISBN97 億8406万2577、岡部正孝、伊藤圭、なぜ赤オプシン遺伝子と緑オプシン遺伝子が並んで配置しているのか、細胞工学、第21巻第7号、2002年7月。三上彰城、霊長類の色覚と進化。公開講座、遺伝子から社会まで。京都大学霊長類研究所。2013年9月20日閲覧。スリッジ、AK&D、オソリオ、エボリューション&セレクションオブトライクロマティック、ビジョンインプライメーツ。トレンズインリケル、&E ボリューム18、198-205、ドイ、10.1016、S0169 から5億3470万12から0。ありがとうございます。